平野の仕様の遊び心のある一面についての新たな洞察を提供してくれた神宮寺優太に感謝の声が広がりました。数多くのファンを魅了するグループナンバー、愛のメンバーである神宮寺優太が NHK の音楽番組、メヌー101、2日目に出演し、舞台裏での一コマをファンと共有しました。出演翌日、神宮寺はインスタグラムのストーリーで感謝の意を述べ、楽しい経験に感謝するとともに、 黒い背景に添えたヤギのイラストと共に軽快な雰囲気の投稿を披露しました。おやみごうとという言葉が彼の愉快な一面を表現していました。そして夕方遅く、神宮寺はユーモア溢れる一幕をファンと共有しました。平野紫陽の写真をシェアし、前日のリハーサルで使用したヘッドセットのテープがまだ貼られている、とユうモラスに明かしました。写真には首にテープを貼った平野紫陽が笑顔で写っており、 その風変わりな様子にファンは大いに笑いました。彼はその写真を通じて、平野紫仕様の遊び心ある一面を楽しんでいる様子を伝えました。ファンからは彼の投稿に対して肯定的な反応が相次ぎ、平野紫仕様の遊び心のある一面についての新たな洞察を提供してくれた神宮寺雄太に感謝の声が広がりました。ヤギのイラストへの感謝とともに、ファンとの交流を大切にする彼の姿勢が、 コミュニティ全体に愛される理由の一端となっています。この出来事は、単なる番組出演ではなく、アーティストとファンの結びつきを深め、ファンを笑顔にする独自の指標を見せた神宮寺雄太の魅力が存分に発揮された瞬間でした。さらに、この出来事はコミュニティにおいても新たな興奮を巻き起こしました。ファン同士がこのユニークな瞬間について語り合い、SNS 上で賑やかな反応が広がりました。 これは単なるエンターテイメント以上のものであり、アーティストとファンが共に喜び、共感し合う瞬間を生み出す貴重な瞬間となりました。神宮寺雄太のこれまでにないアプローチは、単なる芸能活動を超えて、コミュニティの一員としてのつながりを築いています。ファンとのコミュニケーションを大切にし、笑いと驚きを提供する神宮寺雄太の姿勢が、彼の存在を特別なものにしています。この出来事を通じて、 アーティストとしてだけでなく、人間としての素顔を見せてくれる神宮寺雄太に改めて注目が集まっています。最後に、ファンに向けて神宮寺雄太が投稿した、お身ごうとの言葉が、単なる挨拶以上の意味を持っているのではないかと考えてみましょう。これは単なる感謝の言葉ではなく、ファンとの独自のコミュニケーションを築く一環とも言えそうです。彼の言葉から感じる温かさと共感は、ファンとの絆を一層深めているように思えます。 ナンバー、愛人偶児優太の活動は、単なるエンターテイナーの枠を超え、ファンとの結びつきやコミュニティへの貢献が際立っています。彼の笑顔とユーモアは、単なる音楽活動以上に、人々に幸せと楽しさを届けているのです。